2022年3月9日、ついに韓国の20代韓国大統領は、ユン・ソクヨル3に決められました。以前の私の動画で話した通りになって、良かったと思います。しかし、結果はわずか 0.73%、得票数では約24万票しか差が出ない激しい戦いでした。今回はなんで、イ・ジェミョン氏が選挙で老けたのか、ついて私なりに分析したいと思います。そしてイ・ジェミョンを鏡にして皆様にどんな政治家を気をつけるべきかについて話したいと思います。これは韓国だけではなく日本、いえ全世界の共通ですが、若者は政治に大きな興味はありません。根本的理由は今の時代には楽しませてくれるものやことがたくさんあるからです。この動画を見ている皆さん、普通家族や友達と政治に関して真剣に話し合ったりしませんか？政治は正直面白くないし、必然に人と己の考え方が違う場合はものすごく激論したりするなど、もともと暗くて思いはないので、できれば話すのを避けます。20代ちょい青春と呼ばれる時期は、親から独立し初めて大人としていろいろなことが許される幸せな時期です。この時期に皆さんは政治に関して周りの人と真剣に話し合ったことがありますか？20代の頃、政治に真剣話したことある人は全国民の中で2割ぐらいしかないと私は確信します。特に韓国の20代の男性は兵役が2年ありますので、行く前に思い存分楽しいことを行う傾向が強いです。兵役の後は同齢の女性たちより2年遅れられたので、それを補うため勉強や就職に夢中になって、政治のことはもともと興味もないし全く目に入らないです。だから歴代韓国の政治家たちは20代の男性をあんまり気にしてないでした。だから今回イ・ジェミョンも政党がそうしてきたように気にしてないでした。選挙直前の日も男性を侮辱することで有名なある女性コミュニティに自分に投票するように訴えました。ムン・ジェイン大統領から初めてあからさまな女性優遇政策に比べて男性の権利を縮ませる政策は若い男性の怒りを買いました。無論投票した個人たちをいちいち尋ねて誰を選んだのか聞くのは不可能ですが、アンケート調査によると女性の多くはユン・ソクヨル以外にも分かれましたが、若い男性の多く、いえほぼ9割はユン・ソクヨルを選んだと答えました。無論全年齢代で20代が一番得票率が低かったので、これが決定的だとは言えませんが、無視はできない数字ですので、これが今回イ・ジェミョンとその党の民主党に痛い結果を招くのに一役買ったことには否定できない事実です。つまり私が考えるイ・ジェミョンの失敗理由第1目は、若い男性という政治に無関心だった小さな勢力を無視して元々の規範勢力の女性たちを訴えましたが、女性は一つに団結できなかったゆえ力が分散して選挙に負けたとことです。すべての家庭が全部同じではないですが、一つ例を挙げます。普通はお父さんの方が家族の皆に海外旅行行こうなどの大きな提案をすると、お母さんが家計簿などを見せながら反論を出します。ここで質問ですが、お父さんの提案を反対したお母さんは悪い人ですか？イ・ジェミョンの公約を見ると、誰が見ても税金で全てを補うということがあからさまに見えます。そして彼が企画財政部、日本にしたら財務省を解体し、その権限を大統領が直接担当する内容を発表するとき耳を疑いました。先話したお母さんとお父さんのことは、今のことを私なりに分かりやすく説明するために出した例ですが、お父さんが個人のお金をどう使うのかは本人の自由ですが、家族のお金ならば必ず十分な検討が必要です。それが国家レベルになると、より真剣に国民からの税金を扱うべきですが、それをイ・ジェミョンは最高権力者が自分の傘下に直接置くべきだと主張しています。いくら優れる人でも全てを一人でこなすのは不可能であり、ミスを犯すこともあります。さらに権力があると腐る可能性もあります。だから世界の国家機関は権力の分散や専門性を高めるために様々な機構を作りました。私の目ではイ・ジェミョンは国家権力を自分が握り、国民たちに甘い政策を与えて支持率を上げることしか頭にないと思いました。多くの財務専門家たちもこれを聞いた時に、イ・ジェミョンが大統領になると
韓国経済は崩壊すると感じ、自悪としてジュンソクヨルを支持しました。まとめると、イジェミョンはお金の使いにあんまりの軽い、そして権力を独占しようとすることが知識層では良くない姿として見えました。先の母と父の話に戻ると、母の役目はショイ CFO、 つまり組織のお金を管理する重役です。大学生の時、ある教授は CFO は乗る気が悪くてメンタルが強い人がするべきと話しました。その理由は、 CFO はどんなプロジェクトでもまず金銭的価値などのネガティブな面から見て判断するべきからです。そしてそのせいでよく嫌われるからです。他の C が入る CEO、 クーなどがこれが絶対成功だからお金を持ってくれと訴えても、 CFO は最後まで未来の組織の予算を考えるべきなことです。無論、外国人である私が今の日本の政治とかについては話せません。それは余計なお世話ですから。しかし、全世界がロシアとウクライナの戦争やコロナのせいで経済は崩壊、株は暴落するなど、人々の心は現在不安定になっています。この時期こそ、悪い志を持っている政治家が人々を扇動し、後ろから操る良い時期です。代表的例は日韓の紛争がありますね。韓国に新しい政府が入り、これからは日韓関係がどうなるかは確信はありません。しかし、これを利用する政治家は必ずいるはずです。韓国人ですが、日本での思い出も多い私の立場では、皆様が政治に興味を持ち、悪い志を持っている政治家の分別に役に立たせるため、この動画を作りました。この動画を見て良かったと思うならば、いいねと購読、そして周りの人に共有してください。